こんにちは。はい、本日はミシャのアイシャドウとリップをレビューしていきたいと思います。自分が持ってるおすすめのリップとかを紹介したことはあると思うんですけど、なんかちゃんとレビュー動画っていうのはやったことがなくて初めてで、ちょっと不慣れなんですけど、最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、今リップはしてない状態で眉毛と肌だけ完成させてます。アイシャドウとリップはしてない状態ですね。今日紹介するのはミシャのものなんですけど、めっちゃ可愛い。そう、アイシャドウが全部で6色とリップが全部で3色。そう、めちゃめちゃ可愛いので、これから早速レビューしていきたいと思います。おもちくんは寝てます。はい、では早速紹介していきたいと思います。で、今めちゃめちゃ顔の血色がないので、どうしよう、リップからご紹介していきたいと思います。今回はこちらの3色こちらから塗っていきます。めっちゃ可愛いの、ラメが。こんなラメラメなリップ見たことないってぐらいすごい。ほら、キランキラン。ミシャグリッタープリズムティントリップボンボンピンクっていう色味です。ほんのりクリアピンクってことで、あんまり唇にがっつり色がつかないものです。早速塗っていきたいと思います。これね、スティックタイプだからめちゃめちゃ塗りやすくて、グロスとかと違って鏡見ずに簡単に塗れるからいいですよね。ツヤンツヤン、保湿に近い感じかな。そう、でもなんかこのリップ、その人のなんだろう、唇の水分に反応してちょっと時間が経つとプルッとしたり色味が出たりするみたいです。めっちゃ血色感出てきた気がする。でもちょっと時間が経てば色味が出てきました。多分この色味の出方もその人によって違うと思うんですけど、それもまた楽しみ方の一つかなとは思います。めっちゃ可愛い。ちょっとスースーするかも。これティントだからめっちゃ長持ちするみたいでおすすめです。あ、色変わってきたかも。濃くなりましたね。ちょっとティッシュオフもしてみます。全部ちょっとセミマットな感じになって、これも可愛いかなと思います。はい、で次にご紹介するのはこちらです。これもね、ラメがね最強に可愛い。やばくないですか、めっちゃ可愛い。はい、でこちらがフラミンゴコーラル。コーラル私個人的にすごい好きなので、こちら塗るの楽しみです。肌が白く見える気がする。コーラルは可愛い。なんかさ、これ塗り方によってもまた発色全然違うと思うんですけど、ポン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 って塗っても可愛い気がする。そう、しかもベタベタしてないからすごいマスクにもつかなくて使いやすい。ほんとこんな感じ、肌の色もパッと明るく見えるので、コーラルめっちゃおすすめ。これもティッシュオフしてみる。なんかティッシュオフするとちょっと柔らかい感じになる気がする。程よくナチュラルな感じに、肌なじみのいい感じになるかな。はい、じゃあ次はこれかな、レッド。赤私最近あんま使ってなかったんですけど、白 T とかさ、シンプルな格好の時とかはやっぱ赤を塗ってあげるとめちゃめちゃ可愛いので、ガーネットレッドっていう色味です。はい、塗ってみます。結構発色良さそう。すごくしっかりなんか保湿されるから、保湿リップ塗らずにでも全然 OK だと思います。あ、可愛い。赤の色味が絶妙。なんか赤だけどちょっと深みのある滲んだ感じの赤だから、すごい品のある色味で可愛い。これさ、リップのこのラメ本当に可愛いと思う。ティントはね、本当ご飯食べてもそんなに落ちないからおすすめ。可愛い。今日の服装がさ、このちょっとネイビーっぽい感じだから、コーラルでも可愛いけど赤でもありかも。赤もティッシュオフしたらこんな感じです。セミマットなツヤ感で落ち着いた色味って感じ。私的にこれはすっぴん風メイクの時で、このコーラルは夏とかね、ちょっと色素薄い系のメイクする時とかもめっちゃ良さそう。で、このレッドはもう定番で使いやすいと思うんですけど、私だったらちょっと目元薄めのメイクとかにして使うかな。
3色レビューしてメイク落としで軽く拭き取ったぐらいなんですけど、やっぱティントだからしっかり色が本当に残ってる。ありがたいですよね、やっぱりね。デートの時とかご飯食べる時とかは落ちたくないので。じゃあコーラ塗ってアイシャドウを紹介します。なんか私が今から紹介するこのアイシャドウがマーブル模様になってて、断面のカラーが全然違うので、まあ同じ色でも、まあ、自分が好きな感じのやつを選んだりっていう選び方もあるみたいです。こうパッと見るとさ、すっごいあの発色が強そうというか、そんな感じに見えるんですけど、実際に塗ってみたいと思います。カナーリアプリズムっていう色味です。なんて言うんだろう、この半固形の粉っぽくないジェリータイプって感じです。とりあえず6色全部レビューしてみます。あ、なんか密着度すごい、ラメ感がすごい、ちょっと黄色みもあるけどめちゃめちゃ透明感ある、透明感あるけど発色もしっかりあるみたいな。夏っぽいこの色味すごく。なんかこれもいろいろ塗り方があるみたいで、この手で私みたいに塗ると色味もラメ感もしっかり出てくれる。で、あのブラシで塗るとラメ感を出したい時で、まあ、チップで塗ると細かいところにも塗れるみたいな感じみたいです。黄色はしっかり発色してくれてて、ラメ感がすっごい可愛い。で、次にご紹介するのはこちら、ピンクっぽい感じかな、ロータスプリズムっていう色味です。ちょっと右目と左目バラバラに塗っていこうかな。あ、かわいい。ピンクメイクとかいいかも。これでほんのりピンク、このねピンクシャドウだったら絶対この初めに紹介したボンボンピンクのこの薄い色が合うと思う。ラメラメですね。でも基本的にこの表に出てる色っていうか、ピンク、さっきだったら黄色とかの色がしっかり発色してる感じはあります。どんな色になるんだろうって思ってたけど、その色プラスラメ感って感じかな。ピンクかわいい。はい、では次紹介するんですけど、右目に塗っていきます。こちらめっちゃかわいい。私個人的になんか見た目だけどこの色めっちゃ好き。クリスタルプリズムっていう色味です。かわいい。あ、これはね発色っていうよりかは本当に透明感、ラメみたいな感じです。ホワイト系どちらかといえば。めっちゃかわいい。私個人的にこういうなんだろう、透明感系の色めっちゃ好きだから、これ普段使いめっちゃできそう。ガッチャガチャ右目も左目も違くて、ピンクも可愛いけどこっちも可愛い。これになんか白のアイラインとか引いてあげたらめっちゃ可愛いそう。はい、ではお次に紹介するのがブラウンかな、めっちゃ使いやすそう。グラテマラプリズム、色の混じり方がめっちゃ可愛い。すごい発色、軽くつけて手で伸ばします。可愛い。なんかちょっとオレンジブラウンに見える気もする、目がパッとする気がする。あ、この色も普段使いしやすいな。え、めっちゃ可愛い。私これ好きかも。今日これにしようかな。最後めちゃかわです。なんか立体的に見える目が。次はこちらです。これも結構ね強い色、どんな色になるのかすごい楽しみなんですけど、こちらがストームプリズム。こんな感じ、めっちゃ可愛い。宇宙色、紫っぽい感じかな、寒色系。けどなんか思ってるより強い色味じゃないかも。可愛い。目つぶってるとちゃんと映ってるかどうか心配になっちゃうな。寒色系、緑とかも入っててめちゃめちゃ可愛い。これまたこの触る場所によって色味が違うのかな。しっかり塗る前に手でぐるぐるして全体の色をとってって感じですよね。この色も使いやすそうだな。なんかおしゃれな顔になる感じ、かわいいです。こちらラストサンセットプリズムっていう色味です。本当にサンセットって感じの色味、かわいい。オレンジ系だやっぱり。かわいい。本当にさ、ラメラメとか大好きだから楽
楽しいです。かわいい。さっきのブラウンと全然違うんですけど近いかも。コーラルにこの目の色めっちゃ好き。そしたら次はちょっとまぶたに2色使いして塗ってみたいと思います。でどの色を塗ろうかすごく迷うんですけど、どうしようかな。なんか私的にグラテマラプリズムで、こっちがサンセットプリズムで、この色味がすごいちょっと似てて可愛いので、これを使って2色塗りしてみます。どちらかといえばこっちの方が薄い色なので内側に塗ります。内側に今サンセットプリズムを塗って、外側にこちらを。目尻に濃い色塗ると締まるから、あ、可愛い。でこの境目はぼかす。めっちゃ可愛いかも。てか本当にこれラメ感すごい。めっちゃ可愛い。まあ塗り方は本当に好みで、それぞれね塗っていただけたら可愛いと思うんですけど、私はこの合わせが合うかなと思ったので今回はこちらの2色をチョイスしてみました。はい、そしたら最後のパターンは目尻に点置き2色使ってやっていきたいと思うんですけど、多分強い色よりかはちょっとね透明感の多い色の方が可愛いと思うので、このカナリアプリズムっていうこの色味と、私が好きなめちゃめちゃ透明感のあるこの色味クリスタルプリズムってあるんですけど、この2色でやっていきます。じゃあまずこちら、かわいい。まばたきしたらキランみたいな、うん、また角度によって全然ラメの見え方も違うんですけど、こちらを下にラメラメ、かわいいと思う。目尻だけ塗るのもめっちゃかわいい。さりげない感じで、でもおしゃれなメイク。私今までこんなにアイシャドウを工夫して塗ったことがないので、すごく今回で勉強になりました。ラストは私が好きな色味で普段メイクみたいな感じでやっていきたいと思います。リップとシャドウ、黄色も可愛かったけど、ピンクも可愛いんだけど紫も可愛いんだよな。結局いろいろ悩んだ結果、やっぱりこちらを塗ることにしました。でリップを薄めにしようかなと思って、一番初めに紹介したすっぴん風のやつ、ボンボンピンクを塗ります。ブラシで塗っても可愛いけど今日は手で。ラメ感がすごい、本当にこの辺までラメが散らばってる。そしたら普通に細いブラシでこのね同じ色、あのこの目の下の際にも塗ってみたいと思います。密着感あるからね、粉っぽくなんないでしっかりついてくれるのめっちゃいい。これを塗ってみよう、目尻に。完成。こんな感じです。はい、こう慣れないながら頑張ってレビューしてみたんですけど、あのアドバイスとかあれば皆さんコメントしてください。はい、こんな感じでした。まあ最終的にねちょっと本当に私が好きな感じのいつもっぽい感じのメイクになったんですけど、アイシャドウがめっちゃ可愛い。本当にラメ感、これ一色しか塗ってないのにね、なんか色が混じってるからかすごいおしゃれな目元になっていい感じのメイクができました。まあこんな感じで今日は終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。またね。リップとアイシャドウチェックしてみてね。